こちらは木です。き木この発音は英語の木に似てますね。木み皆さんも大きな声で読んでください。いかがでしたか では、きの書き方を勉強しましょう。きはこのように書きます。上の部分と下の部分が離れています。もう一度書きます。 みなさんも書いてみてください。これが、きです。かと、きでした。みなさん、よくできました。では、かと、きの単語を見ましょう。一緒に読みましょう。かを、 かおえき駅、駅。一緒に読みましょう。買う、買う。